はいみなさんこんにちはレックセンにコちの森山ですまだ学習を始めていない人必見 9月の学習マスト項目といったタイトルで私の方からですねこれから学習を始めようとする人それがあこの9月何から勉強を始めればいいのかこの時期何をすればいいのかあいうことについてお話をしていきたいと思います司法書士の試験は7月に毎年ありますが、まあそこから合格発表までがなかなか長いわけですよねですから勉強の再開というのが遅れてしまう方が毎年いらっしゃいますその人がもう来年の試験受かるために出遅れてしまう まだ勉強始めてないでそういう方がどこから始めればいいのかどういうふうにしていくのかということについてお話をしていきたいと思いますでこれから学習を始めようということであればこういうことに注意しなければいけないよというところからお話をしていきたいと思うんですがこれから学習を始める方が注意しなければいけないこととしてとにかく時間がない例えばインプット講座を予備校で取っている方はもう7月後半あるいは 8月のところから学習を始めているという方もいますそういう方に比べてとにかく出遅れてしまっているということは事実なんですねそれをどのようにカバーしていくのかということが重要になってくるわけですですからとにかく時間がないので考えなければいけないことはこちら効率的な学習これを心がけていく必要があります 時間がない中でさらに効率の悪い勉強をしていると更、まあ、に出遅れてしまうということになってしまいますからとにかくその分だけこう効率的な学習勉強をした時間を全部力に変えるそういう意識でもって勉強していくことが必要になります。ではそのために何をすればいいのかってことになりますがそのためにできないものを集中的に できるようにしていくことが必要になっていくということになるわけです例えば例えば1時間勉強した1時間勉強したら1時間分だけ成績が上がってるかってことを意識してほしいんですね例えば分かっていることばっかりやって1時間経って勉強はしましたじゃあそれで点数が上がってるかいや前から分かっていることをやっただけですから点数が上がってないということになるわけですねですから1時間やったならば分かってないそういうところを中心的に勉 勉強してわかるようにしていくこういうことが必要になります。ですからこれからの勉強効率的にやっていくということに関してはできるものをできるようにしていくということは意味がない。えそれはまあもちろん、えー、忘れてしまいますから維持のためにやることは必要かと思います。 ただ多くの学習時間というのはできないことをできるようにしていく分かるものを分かるようにしていくえ解けない問題を解けるようにしていくえこういうところに集中的に時間を使っていく必要があるんだということになりました。ではそういう方がですねこれから勉強始めるにあたって何がいいかっていったらやっぱり当然だというふうに思います。 で当連の特徴として、えー、自分の着点をまずは埋めることができるということがありますどうしても、えー、インプット講座というのは予備校なんかで2年目の主力講座として用意しますが早い時期から予備校なんかでは行いますよねそれはやっぱり時間かかるからなんですインプット講座というのは例えば 分かっているところも全部聞かなければいけないというのがそのシステム上の限界になっていきます今日はこれをやりますあ、それ知ってるのになみたいなことはあるわけですよですから例えば成績のいい方であれば例えば変な話6割ぐらいは 知っていることを確認しているだけみたいな時間を過ごしてしまうことになるわけですよね。ですからこれから時間のない中でえ、もちろんそれはですね、まだインプットを聞かなければ何も分かりませんという方はそこからスタートしなければいけませんが、あそうでない方っていうのはやっぱり登っていうのは非常に魅力的なものになっていくわけです。それは自分の弱点を補強していくという勉強をすることができるからということになりました。 でそれどういうういことかっていうとか問題が出ますから分からないところを復習するということによってもう自分の弱点を見つけてそこを埋めていくという勉強をすることができますからあ復習する時にもう自分の弱点をあぶり出してそこを埋めていくことができます。 ででそれからですね解放テクニックを身につけることができるで分かっている問題だったらばそれは意味がないかとそんなことはありません例えばどの選択肢から解くのかとかあどういうふうな、えー、ところがある時にどういうふうに気をつければいいのかとかあそういうふうなテクニックを身につけることができますから分からない問題であれば知識を補充することができるし分かる問題であればその解く練習これをすることができるんだということになるわけです。 でそれから、基礎応用、えー、改正論点をバランスよく出題されますのでその、まあ、集中的に分からないところに集中しましょうと言いましたが問題解く時にはすべての分野がバランスよく出ますからその うんまあ、分かるところについても確認作業についてはすることがで,きるわけで,す,、ね、ですから自分の勉強とすれば復習だとかあるいは予習だとかに関しては自分の弱いところを中心に勉強することができるということで、えー、そのやらないところもないバランスよく勉強することができるんだということになっていくわけです。 このようにこれから勉強を始める方っていうのは効率的に勉強するという意味でもこの当連というものを中心にするといいのかなというふうに思っております。で10月以降のスケジュール、まあ、当連が多くは10月以降、まあ、レックの取りに限りませんが、まあ、10月以降から始まりますけれどもその時のスケジュールとすれば3つのタームに分けて考えろということになります。第一タームががままず年内ですすね基礎土台作りり丁寧ななインプット改正対策とということになりますが まあレックの方では必須論点卓一編、えー、こちらのお登をやっているタームということになりますけれども基礎的な論点、えー、そこを土台作りということの時期ですねですから丁寧なインプットと書いてありますが、えー、この登壇の予習として例えば今週は民法の物件まで出ますというのであれば物件まで1週間かけて自分のテキスト、えー、まとめ集なんかを予習するわけですよそれで登壇に臨む。ですからそのインプット講座を うんまあ、聞かない分ですねその予習として自分でインプットするわけです。 でそのインプットも得意なところについては薄めに苦手なところについては厚めにやることによって自分の苦手なところに集中できてまさに効率的に勉強することができるわけですね、えー。このように当連の予習として丁寧なインプットをしていくということが求められます。それからこの試験は、まあ、改正については必ずと言っていいほど出題されますから改正対策についてもこの当連のタームに合わせて勉強していくことが必要だよということになっていくわけです。このように第一ターム、まあ レックでいうと筆須論点択一戦の登壇を受けているときに予習としてきちんと自分のインプットを丁寧にやっていくで登壇を受けて苦手なところを中心に、うん、まあ復習をしていくとそれから改正問題も出ますからその改正対策なんかもこの第一タイムにやっていくぞということになるわけですでそれから第二タイムとすれば1月から3月の実践週ということになりましたで登壇、まあ、を受けることによって登壇のペースに合わせる勉強ができますからそうすると12月あたりまでに 一、えー、タームが終わることができるわけですそうすると第二タームこれを一月から始めることができますこれが次の等連で実践演習これをしていくことができるわけですでこのように等連に合わせることによってちゃんとターム制の勉強をすることができるんですねこれを自分でスケジュールをしていかない し,していいかななななければならないとなったらもうただでさえスタートが9月なのに、えー、そこからインプットを丁寧にやっていきましょう、えー、民法のインプットしていたら年内が終わりましたみたいなことになってしまうわけです。ですからこのタームに合わせることが大事で12月までに1週間予習当連予習当連というのをすることによってきちんと年内に1ターム終わらせることができるわけです。でそうすると第2タームで 実践的な演習もう一タームもう一こうですね回転することができますからここで復習までできるわけですまあ、いわゆる直前期に成績が上がるとよく言われますがもう第一直前期を1月から3月の間に持っていくことができるわけです で第三タームとしては四月から六月、これが本当の直前期と呼ばれるものですよね。もう暗記や演習、シミュレーションといったものをすることになります。レックではもう直前講座の時期になっていきます。ファイナルですね。生、え、鮮、ー、トレーファイナル編、こちらを受講しながら実践的な練習をしていくと。 このような時期になりました。ということで10月以降このようなスケジュールを取ることによって第1タームで基礎的な力をつけて第2タームで実践的な練習をして第3タームのところで追い込んでいくということになります。ではこれを効率的に勉強するために今回のお題9月に何をすればいいかということなんですね。で予備校の登練なんかを受けると10月以降予備校の登練が始まっていくと思いますが、まあ、そこまで1か月2週間。 ま、それぞれ時間があると思いますが、その時間何をすればいいのか、というところについてお話をしていきたいと思います。予備校の答練が開始するまで、じゃ、それを効率的に使用するために何を9月中にすればいいのか？か自己分析です。で、予備校の答練っていうのは問題を出題して、じゃあそこをやりましょう。みたいなことになりますが。 そそうすすするるととの1週間かけて予習することになりますでも自分の分析もちろんこれは棟の中で間違った問題なんかがあぶり出されてそれを復習していくって形になりますがいかんせんそれ一1週間の中でやらなければいけませんから大きな弱点があった時にそれをじゃあ補強していこうみたいな時間はなかなか取れないですよねだからこの時期にちゃんと自己分析をして苦手なところをまず見つけ出してほしいんです。 で今まだ答練が始まってないまだ問題解いてないじゃあ何を見て自己分析をするのかってことになりますが昨年度のつまり2021年向けの答練そこで間違った問題模擬テストで間違った問題あるいは成績を何か見てもいいですよあるいは自分のですね問題用紙見てもいいですどういう問題で間違えたのか何が苦手なところはないのか。 うん自分では得意だと思っていた教託法がいつも間違えるんですしかもよく見てみたら執行託が苦手なようです,ですよ、ね、あるいは本試験でうん見てみたらいつも登記簿問題を間違えるんですとか商業登記は苦手意識がなかったのに商業登記の問題はいつも焦っちゃって問題文も長いしいつも間違えるんですみたいな自分の弱点をこの時期に見つけておくということが重要になります。 先ほどお話した通り10月以降本格的な勉強が始まっていくとやるべきことはたくさんありますですから今の時期しかできないことっていうのはしかもこれ後からだとなかなか印象が薄くなってしまいますから自分の分析と,とにかく本試験の分析ですよ、ね、エレックでは本試験の徹底検証会なんかを行っておりますがでこれは何も、えーですね、皆さんに分析をしてほしいからやってもらっているわけです。何もですね、えー まあレックが徹底検証してそれでうんまあイベントして何か終わりだということではないわけですよ。それを見て自分でじゃあこういうところは苦手だったねと自己分析をしてほしいということでやってるわけですね。ですからそれも印象がまだ薄くならないうちに早めに9月の段階で自己分析というのもしておいてくださいで自己分析をして終わりではありませんその見つけた弱点をしっかり補強していかないといけない。 でさっきた例えば執行供託が苦手だとかあ,あいうことになったならば執行供託だけを 集中的に勉強する時期ってなかなかここから先取れないんですね。予備校の冬練なんかに合わせていくと、えバタバタとえ今週は物件までえ、今週は相続までみたいな感じでこなしていかなければいけないことになります。で、そのそれで必要なんです。そうじゃないと一週終わらないから。だからえこの時期にきちんと集中的な弱点補強、まあ例えば三箇所か四箇所あるいは五箇所ぐらい見つかるかもしれません。それを集中的に補強する時期というのはこの一ヶ月、この二週間。 いうことになります教材は今まで使っていたテキストやあるいは過去問なんかで構いません新しい教材に、うん、今までのテキストがですね信頼できるテキストであれば新しい教材に別に乗り換える必要はないわけですよ。それができていなかかったから 受からなかったということはあるわけでテキストが悪いということでなければそれを使えばいいわけですでそれが一番馴染みがあるじゃないですかそれが一番頭に入りやすいわけですよもう8割方身につけたテキストであれば残りの2割も身につけることは簡単にできます新しいテキストに乗り換えてしまいますとまたゼロからスタートしなければいけませんだから教材っていうのは別に置き換えなくていいわけですその教材の使い方 その深さですねそれを変えればいいわけですねだから教材は今までの教材で構いませんからそこで苦手な分野見つけたものを何箇所かしっかり集中的にこの9月の段階で補強してもらうということが必要になりますイメージとすれば例えば大学受験なんかで冬記講習とか夏き講習なんかで5日間連続で えー、ある特定分野の講義なんかを受けますよねあんな感覚です例えば世界史の近代史五、えー、日間完成ゼミとかそんな感じの感じでじゃあ,あ執行教宅を得意にする三日間みたいなタイトルを自分でつければいいんですよ何かですねこのタイトルをつけるってやる気になりますからじゃあ集中的三日間執行教宅講座みたいなのも自分でやるわけですああのまあ、冬季講習とか夏季講習と言いましたけれどもまあ九月ですから まあシルバーウィーク、えー、期間ですからね、えー、その秋秋講座みたいな感じで自分でやるわけです講座あったって何か受けるわけじゃないですよ自分でやることが大事自分で見つめ直して、えー、それを補強してもらうということが重要かなと思いますとにかく集中的にということですからあその集中ゼミのつもりで、えー、自分でゼミを組んでやってみていただければというふうに思います で学習計画を必ずこの時期に立ててくださいまあ当練なんか受ければそれに乗っかっちゃえばいいわけですけれどもまあ、とにかくそれも含めて学習計画を立てることが必要ですどの時期に何をやるのかこれを把握しないでスタートし,してしまいますとそれはやはり、まあ、成功することもできませんだから必ず学習計画というのをこの時期に立てるようにしてください。 よろしいでしょうかねで今回は9月にこういうことをやりましょうということについてのお話でしたが10月から本格的な勉強が始まってきますこれは必ず始めてくださいね、うん、10月から本格的な勉強を始めないとやっぱりこう遅れてしまうことになりますだから始めてほしいんですがそのために9月にこれだけやっておけ自己分析弱点補強学習計画を立てるということです でそこでしっかり補強してだからこの時期に全分野を勉強する必要ないですからねとにかく集中ゼミのつもりで弱点補強してください。で10月から1週1月から2週って形で全分野の勉強ができますから深く 弱点補強ができるのはこの時期ですのでしっかりこれを9月中にこなしておいていただければと思いますで、そこから10月以降本格的に、えー、当連などを中心にまあ当連がおすすめですからまあ当連などを中心に勉強していきましょうということで、えー、そのために9月何をすればいいかということについてお話をしましたまだ遅くありませんここから始めてしっかりスケジュールを立てて、えー、効率的に勉強していって、えー、しっかり、えー、2022年 2年の試験での合格、これを勝ち取っていきましょう。では、一緒に勉強していきましょう。では、これで終わりにします。お疲れ様でした。